スタートしました。12頭まずまず揃いました。一戦になっていますが、クイックスターが前に行きます。進路を内にとって最初の4コーナーです。その後ろはずらっと広がりました。最初のスタンド前、10番のクイックスターが先手を取りますが、ベストマイヒーローが2番手に上がっています。その後はスタープロフィットが3番手、4番手以下は固まりました。9番のグランプリボーイ、内から1番ヤマトスバル、内内3番東北ポラリス、その後は11番のスカイホークアイ、内から4番プリティサンタが続きます。外に持ち出して東北スピリット、第1コーナーをカーブしていきます。先手は10番のクイックスターです。服部騎手が取りました。リード1馬身。6番ベストマイヒーロー、2番手の追走向こう上面、3番手は2頭並んでグランプリボーイとスタープロフィットが続いていきます。その後ろには3番の東北プラリスと1番ヤマトスバルが並んでいきました。後ろには4番プリティサンタと11番のスカイホークアイ、あとは3馬身ぐらい開いて7番の東北スピリット、外から5番のモリデンクーバー、これをかわしていきました。内から2番のスパルタン並んで、3馬身後方12番センリライズが最後方600を過ぎていきます。これから第3コーナーカーブ、10番のクイックスター、リードは体半分から首ほど、ベストマイヒーロー並んでいきます。後ろには8番のスタープロフィットが続いて、第3コーナーカーブ残り400切りました。外にはグランプリボーイ、その後に4番プリティサンタです。4コーナーのカーブに入ります。ムチが入ります。10番のクイックスター、外は6番のベストマイヒーロー、この2頭並んで直線コースに入りました。まもなく残り 200m です。その後3番手には8番のスタープロフィット、内で粘るクイックスターですが、ベストマイヒーローがここで抜け出します。リードが1馬身2馬身と広がりました。さあ2番手は10番のクイックスターか、外から8番のスタープロフィット、ベストマイヒーロー5塁。